出店コーチの中川雅宏です。今朝はですね、認める力ということでお話しさせていただきたいと思います。相手の凄さだったり、そちらの弱さだったり、いろんなことを素直に認め受け入れるということには大変力が必要だと思います。そうですね、自分どんなに周りがすごくても自分は自分ですし、批判されて、もし自分が間違っていれば修正すればいいですし、合っていると思えば自分の考えをそのまま述べればいい。それをそのまま自分のこう心のこう傷であったり、経験であったり、変な思い込みであったり、価値観であったり、そういったところが、その自分が批判されていたり反発したり、そうですね、何か悪いことをしているとこう感じたり、罪悪感を感じたり、そういうところっていうのは自分の弱さだったり、何かしらその自分を変えるチャンス、もしくは自分に気づく、警告アラートのような、気がします。ですので、そういったところ、そういった場面に出会ったら、ぜひその自分自身のそのこう反発であったり、苛立ちであったり、そういったところが生まれるときに、ぜひ何がそれが原因なのか、自分の弱さなのか、経験不足なのか、知識不足不足なのか、それともその考え方のこう硬直であったりですとか、価値観が何かしらその人との違うっていうことだけなのか、いろんなことをぜひ振り返っていただいて、その次の、そうですね、ディスカッションであったり、何かしら会話であったり、その人とのコミュニケーションであったり、いろんなところに生かしていって、一つずつクリアしていっていただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。